百合若大臣という人はなかなかの腕利きであった。大和の国で人間が鬼に食べられて大層困っていた。どうにかして鬼を退治しなければならないので偉い大将を選び出した。するとその大将は百合若大臣のところへ行って、私はあの鬼の国を探し出すことができませんのでどうかお願いします。大和の国が鬼に食べられてしまうので退治しなければならないんです、と言った。そこで百合若大臣と贔屓の殿は船に乗せられて鬼の島に出かけていった。そうして二人で簡単に鬼を殺してしまい帰ることになった。ところが百合若大臣、百合若大臣、しばらく寝てから帰ろうか、と言った。私は寝たら夜昼7日寝てしまう。起きていれば夜昼7日起きていることができるよ。寝てしまうと寝過ごしてしまうから寝ない方がいい。ああ、私が起こしてあげるから一緒に寝よう。そんなら帰るときは起こしてくれよ、と言ったのだ。ところがその贔屓の殿というものが悪者欲張り者であった。百合若大臣がぐうぐう寝てしまうと、さあ今だと船に自分一人乗ってさっさと帰ってきた。一方百合若大臣は夜昼7日寝て目を覚ました。贔屓の殿は船を出していなくなっているから、これはしまった、船もないしどうして帰っていこうか、と思った。食べ物とてない、海で漁をして命をつなぐ暮らしをしていた。すると海の向こうからサギが飛んできた。サギよサギ、お前が私のサギであったなら私の手のひらに乗れ、人のサギであったなら飛んで行けよ、と言った。するとすぐそのサギが来て手のひらに来て止まった。サギよサギ、ようこそ来てくれた。私は置き去りにされたんだよ。百合若大臣は指を食い切ってサギの羽に字を書いた。私は鬼が島でこうして贔屓の殿に置き去りにされた。食べ物がなくて漁して食べているんだと書いてやると、サギは家に飛んでいった。大臣の妻は私の夫はどうなっているんだろうと心配しながら馬上から子を産んでいた。サギはそこへ帰ってきて妻の産んだ子を破り、羽をパタパタ立てて見せ立てては見せした。不思議なことだと思ってみると羽の下に血がついている。なんだろうとよく見ると血で、私はこうして置き去りにされて苦労していると書いてある。ああ今私の夫は生きているんだと思って、それから握り飯をこしらえてサギの羽に結びつけてサギを飛ばしてやった。サギは飛んでいったが握り飯が重くて海の真ん中に落ちてしまった。片羽を上に片羽は下にして泳いでようやく大臣のいる鬼が島にたどり着き握り飯を運んだけれども、塩水を飲んでとうとう死んでしまった。大臣は、お前はこれほど私のために尽くしてくれたのか、ありがとう、と言い握り飯を食べた。そして妻はどうしているだろうかと考えた。贔屓の殿は大臣の妻が大層美人であったので、それを妻に欲しくて大臣を置き去りにしたのであったから、今は妻にしてしまっていた。大臣は握り飯を食べて命をつないだ。そうしていたところ、船が沖を通るのが見えた。大臣は待ってくれと手招きをした。船の者は、さあここは鬼ヶ島だ、あれは鬼だぞ、逃げようと船を去らせて逃げていった。とうとう助けに来なかったので魚を取っては食べ、潮が満ちたら陸に上がって山に登り、イチゴを取って食べるという生活をしていた。するとまた
沖から船が来たので、助けてくれと叫んだ。その時には気の利いたものが乗っていたのだろう。あれは昔の百合若大臣と似ている。向こうに近寄ってみて、大臣だったら助けてやろう、鬼だったら突き殺して逃げようということで近寄ってきた。助けてくれと言っている。やはり百合若大臣だった。私は昔の百合若大臣だ。ひいきの殿と二人鬼退治に来たのだ。私は一週間寝るから嫌だと言ったのだが、起こしてやるというのでその通りにして寝ていたところ、とうとう置き去りにされてしまった。どうか助けてください。それなら助けてあげましょうと船に乗せて故郷に帰ってきた。大臣が出かけてから7年も経っていた。山貧者ひげが生えているし、瓶も山賊のようで、昔の百合若大臣とは似ていなかった。大臣は家に帰ってみた。すでにひいきの殿が主人になっていた。その家に帰ってみると、馬が大臣を見知って耳を垂れ、涙をしたした流すのであった。人が行くといつもひんひん泣く馬であるのに、自分の主人と知ってひんひん騒ぎもしない。馬よ馬、お前は私がわかるのか。やかましい厄介なものだと言われながらも、私を忘れないでいたんだねと馬に言ってから、馬の鞍を貸してくれ、この馬に鞍をかけて乗ってみようと言った。その馬は昔百合若大臣がいた頃、鞍をかけて乗り回したものだ。お前のような山貧者のようなものはこの馬に殺されるぞ。いや、そんなことはない。どうか貸してください。乗ってみよう。それなら乗ってみろということになって、普通の人が8人で持つ鞍を片手で持ち上げて引っ掛けた。それから、そこの弓も貸してください、あそこに鳩がおるがあれを撃ってみようと弓も借りた。するとその夫婦が、あんな山貧者のようなものが鳩を射るそうだが、どんな鳩を射るのかね、さあ行ってみようと出て行くと、オス鳩は先、メス鳩は後になっておれと言った。その通りにひいきの殿が先になって、妻は後になって見物に来たんだって。ひいきの殿が出てくると、大臣は馬を止めてその胸を的にして矢を放った。ひいきの殿は目口から入り抜かれて倒れて死んでしまった。さあ今度は妻を言おうとした時、しばらく待ってください、私がしたことをご覧になってください、あなたがどんな苦労をしていらっしゃるだろうかと思って、私はこのように祀っていたんですよ。あの男が妻にしようとした時、私は嫌だと言ったのですが、それなら殺すぞと言われたので仕方なく妻になったのです。ああそうか、それだったら仕方がないことだ。あいつは殺してしまったが、お前はそれほどまで私のことを思って待っていてくれたのなら、殺すようなことはしないと言った。妻の方から詫びたので、元の通り夫婦になって一生子孫が栄えて良い暮らしをしたということだ。それだけだ。牛は最初に手だくもがなしの前に行って角が生えるようにと願った。それで角をもらえた。馬も、牛がもらえるのなら私も行ってもらってこようと手だくもがなしのところに行ったそうな。けれども角はもう牛にもらわれていたので、馬はもらうことができなかった。お前はと牛に言ったら、あまと牛が鳴いた。馬は、私は騙された、イヒーンと鳴いた。これだけ。
ご視聴ありがとうございました。お気に入りいただけましたなら、チャンネル登録、高評価ボタンいただければ励みになります。